TKO です。イエイ。はい、行ってます。仙台今7時、半か7時過ぎに出発しました。到着は12時か1時に仙台ホーラスというところの1階に来てくださいとかって言ってるけど、まあ実際その来てもらうのはもう期待 してないよ。だって見えへんから。とにかくそのイベントスペースのところ立ってもういろんな人に TKO です、イエーイ言うて声かけていく目標枚数が100枚です。100枚。カズオ、はいはい、思ったよりあるな分厚い。思ったよりあるな。これがね引き換え券。はい、カズオくんありがとう。今撮ってるのは前に、はい、同じマネージャーのスタッフカズオ、カズヤって言うんだけどカズオっていうで、あのもう一人今日来てくれてて、まああのテレビ業界の友人がありがとうね。後で名前頑張りましょう。大丈夫っすよ井上くんありがとう、ほんまもう休日返上で井上くん、カズオ、マイミ、はい、4人で100名売るぞ、イエーイ。誰か運転変わってくれへんかなあれ仙台宮城。ちなみにさ、あのお釣りとかそういうの持ってきてんの？忘れた。は？忘れた？忘れた。忘れちゃいました。いや1枚3500円やで、500円のお釣り作るのめっちゃ大変やで。ほんまに忘れました。マジか。言うてたやん前。出ました。でもちゃんとあのお金を入れる箱は持ってきました。何だけ用意してんの着きました、仙台。ここから仙台ホーラス行きましょうか。行きましょう。集合。どんだけ来ていただけるか、まああの来ていただけるのに期待したからね、あのいる人たちに、お声掛けして買っていただくと。しかしまずはくたくて行こう。行きましょう。よし、今のステイのままでいいね。履ける絵が欲しいから。はい、元暑いな。どないや仙台の夏は。あ、もしもし、はいはい、どないですか。駐車場止めたとこやで。そっか、今どうやら。ほんなら頑張ってな。ちょっとまだ今から暑いけど。オッケー、頑張るわ。とりあえずお釣りがさ用意してなくて、今からちょっとお釣りをかき集めに行ってくるから。いやもうそういうケアレスミス、そういうのも含め頑張ってな。今から俺も本番頑張るわ。そうか、今から本番か。そうですよ。やってくるわ。はいはい、じゃあやっとくからな。はいよ。おねえ、差し入れありがとう。よし、今からみたいです。あ、そうや、木本の差し入れを紹介しましょう。ちょっとついてきてください。すいません。あら、もう袋外したか。こんにちは、よろしくお願いします。木本です。サムライアロハさんの桜井さん、はい、今回あのこちらの桜井さんがあの手配していただいて、イベントスペースで手売りできるようにしていただいてます、はい、ありがとうございます。入り口の方を押さえてまして、はい、入り口の方にアロハを持って行って、はい、販売していただけると思います。あ、なるほどね。アロハ一応差し上げますので。でもアルバイト代ということで。ありがとうございます。すいません。じゃあこれ着させていただいていいですか。あ、どうぞどうぞどうぞ。ありがとうございます。さあ、サムライアロハさんのご協力を得て、こちら仙台ホーラさんのここは一応イベントスペースらしいですね。でここでしっかりとアロハも置いて、一日店長という肩書きで、で一緒にチケットを売らせていただけるということで、
こちらチケット引き換え券用意してきました。割り印も押してきました。こちらを今から頑張って販売したいと思います。はい、あ、皆さんこんにちは、提供の木本です。どうもこんにちは、こんにちは。あ、人が止まってくれてる。どうも。僕のこと知ってる？知らんねん。めっちゃ嬉しそうな顔して見てたから。 TKO の木本と申します。あの皆さん、実はですね、8月の12日に、仙台メディアテイクという、劇場で、僕たち47都道府県コントツアーするんですけど、大阪とか、埼玉とか、岡山とかチケット完売しました。おかげさまで仙台全然売れてませんということで、悔しいので手売りしに来ました。だからぜひ皆さん、なんとかお越しいただけないかなと思いまして、引き換え券持ってきましたので、なんとかぜひ皆さんチケット買ってください。お願いします。あ、じゃあ2枚お願いします。2枚、はい、ありがとうございます。はい、すいません、はい、ありがとうございます。1枚、あ、しっかりと細かく用意していただいてありがとうございます。ありがとうございます。こちらちゃんと、まゆみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。3枚も、ありがとうございます。そしてこちら、今日は僕、サムライアロハさんの一日店長もさせていただいているので、ぜひアロハの方も見ていただいて、こちら、サムライアロハさんのアロハでございます。ぜひ皆さん、素敵なアロハ。着心地がいい。着心地がいい。これ手作りなんですね。お母様方の内職で手作りで作っているということで、ぜひ皆さんアロハの方も見てください。はい、わ、ありがとうございます。お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。チケットは、チケット2枚買いました。あ、もう買ってくれた人、買いました。ありがとう。どうもありがとうございます。差し入れを、差し入れ、そうめん、そうめん東野さんに続きそうめんいただきました。東野さんよりいいやつだ。あれも美味しかったですよ。あれも美味しかったです。これも芋の人、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ当日頑張りますんで、ぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。DJ を決まったでございます。いろいろございましたが、単独ライブを仙台メディアテイクでやることになりました。8月12日に、仙台メディアテイクで TKO の単独ライブをやります。ただ、初めての仙台公演なのにチケットがめっちゃ余ってます。なので買っていただきたくて車で東京から手売りに来ました。ぜひチケットの方ご購入ください。お願いします。もう一回言ってもらっていいですか？もう一度、今ちょっとカメラ撮れてなかったんで、ああ、もう一度お願いします。 YouTube で、うん、はい、TKO チャンネル、はい、はい、頑張ってるっていうのを見て、うん、知って、うん、撮ろうねって言って、うん、来ました。会いたくて、はい、本当にありがとう。来ていただいて勝手に、まあ、そう、嬉しい、もう嬉しい、ありがとうございます。小学生の時とかにめちゃくちゃ笑ってた、うん、マジで、はい、小学校の時に見てくれてた、レッドカーペット。あ、そうです、そうです。うおー当日も、終わったらもう物販のところですぐもう2人で立つんで、はい、その時にまた声かけてください。ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。いただきました。はい、ありがとうございます。これを受け付けるのでください。はい、はい、サイン仕上げてください。もちろんです。はい、はい、写真も撮ってもらって、もちろんです。うわー、嬉しすぎる。ありがとう。じゃあ写真を、はい、すっごい嬉しいです。いや、こっちこそ嬉しいよ、来てもらって。俺真ん中でいい？いいです、いいです。じゃあ、TKO さんのライブスペシャル、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとう。どうもありがとうございます。じゃあまた8月12日に会いましょう。はい。ほんまありがとうね。ありがとうございました。ほんまめっちゃ嬉しいわ。よろしければどうぞ。ほんまありがとうございます。TKO 木本さんの頑張ろう。もしもし、俺さ、芸人の TKO っているじゃん。うん、TKO っている。あの人さ、うん、12日になんかライブ来るんだってね。8月ね。8月12ね。一緒に行く？みんなで。来て。来てだってよ。一回待って。来て。ビデオ通話して。うん、TKO、
やばい。TKO。 これ友達ですね。 TKO 来て仙台公演がイエーイ買ってくれます、ありがとう。暑い中、お疲れ様です。何人で来てるか分かんなかったんで適当に買ってきたんで、誰と言わず、はい、疲れたら飲んでください。お願いします。ありがとうございます。足りればいいんですけど。ありがとうございます。うちの地域、廃棄事業が多いので、そのお母さんたちの内職で着物からアロハシャツを作ってます。ちゃんとした最後の仕立ては沿岸部の縫製工場さんで、最後の仕立てまでは縫製工場さんでやってますが、着物を洗って裁断して絵柄をこうやって合わせるのは全部お母さんたちで一着ずつ一着ずつ自宅でやってもらってます。8月12日チケットこんだけ余ってます。途中からでも大丈夫、2時間ぐらい。お母さん、はい、わっか。なんでちゃう。イエーイ、これ TKO チャンネルです。あ、ウケー、マジで。やばー、すごい。だからちょっと遅れるかもしれない、仕事終わってからなので。はい、はい、買っていただきます。ありがとうございます。はい、やった。できるだけじゃあ当時イエーイ。じゃあ到着してもらえるまでできるだけゆっくり喋っておくれ。こんにちは、 TKO です。はい、ホットオッケー。 Thank you. Thank you very much. We are from Taiwan. Taiwan. Yeah, Taiwan. TKO. 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 Thank you. Thank you. Good luck. 知らん感じやんか。ノリでノリで誰かやろうなってのもんで。ありがとうございます。はい、先ほどテイラーバー止まりました。時刻は14時52分。ちょっと木本電話してみましょう。出んのかな、まあ、もう頑張ってくれてんのかな。さっき電話してから3時間ぐらいね。前に電話してみよう。まだ釣り線で困ってるのかな。この出ないってことは木本どういうこと、すごい状況になってるってこと。え、教えて木本。木下から何回か着信入ってる。もしもし。もしもし、木本。はいはい。どんな感じですか。今でもうちょっとで半分近く売れるかな。すげえ。半分やって、半分。今で50はいってるか。もう50はいってる。あ、50はいった。すげえな。何人ぐらい来てくれたん。YouTube 見て来てくれたっていう人はどうかな、うん、でも10人近くは来てくれた。嬉しいな。あとは通りすがりとか集まってくれた人たちで、うん、買っていただいたりとか。しゃべって40人ぐらい売ってんの。そう、めちゃくちゃ暖かい。すごいな。めちゃくちゃ暖かい。正直思ってた以上に買ってもらえてるから、うん、ちょっとまだまだ頑張るわ。よかった、頑張ってくれ。頑張ろう。公演は無事終わりました。こっちは終わった、もう OK。 はい、ほんで今から打ち上げ行きますんで、うん、打ち上げてこっちやっとくから。頑張ってくれ、任せた。はいよ、よろしく。はいはい、バイバイ。はいはい。でも大安心、さすがやな木本。やっぱ巻き込む力がすごいな。巻き込まれんように気をつけよう。いや、すごいすごい、ナイス木本、頑張ってくれ。後半これない、これない、見ない。あ、どうも、ありがとうございます。若手の頃に南でよくナンパしてた時思い出してきたわ。すんませんっていう気持ちになるような。めっちゃ有名な YouTuber で今日いらっしゃるって聞いて。ありがとうございます。
もう一度そのチャンネル名を、まあ、僕が紹介するのも長いと思うんですけど、すいません、いや、こちらこそ、りょうたろうジャパンになるので、ローマ字、RYOTAR、りょうたろう。りょうたろう S、S、ジャパン。りょうたろうジャパン。47都道府県コントツアー、やってるんですけど、ちょっと仙台公演のチケットが難しくなって、手売りに来たんですよ。8月12日なんです。栃木で爆破ツアーやってますよね。そうそうそう、やらせてれば栃木で爆破のツアーやってます。エガチャンネルとか、はい、爆破するやつを僕ツアーやってます。あらま、強い、うまい、うまい、残念。でもこれ、ちょっと言います、お願いします、ちょっと言います、はい、あと写真撮って、はい、フェイスブックで、はい、あの、買ってくださいちゃんと言いますんで、ありがとうございます、ちゃんと宣伝します、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、ちゃんと言います、ちゃんと言います、ありがとうございます。じゃあうちのあの社員行かせますんで、ありがとうございます。手売りしてるんですよ、手売りしてるんですよ、買います、今買ってもらえないですか、え、マジですか、うちの部下に行かせますんで、6枚ください、うちは、え、マジですか、マジ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 、ありがとうございます、ありがとうございます、4、5、6、すいません、りょうたろうさん、こちらこそ、ありがとうございます、すいません、こんな、なかなかね、これご縁ですからね、ありがとうございます、僕はちょっとそれをパッと見やっていけないですね、いや、また嬉しい、嬉しいな、一枚一枚手売りするってすげえ嬉しいな。ワンちゃん飲み屋が行ってるのか、ありがとうございます、いや、そこまで来たら全部行っちゃいましょう、あの、ありがとうございます、実はバタバタで紹介できなかったんですけど、流れがあって紹介していただいて、いろんなお店連れていただいて20枚ぐらい、販売させていただきました、紹介していただいて、じゃあとりあえず今こっちに残ってるのが、4枚、あと4枚売り切ろうじゃないかということでお力貸していただいてて、そちらの餃子屋さん、仙台餃子幹事と申します、仙台餃子幹事さんで、あの皮膚にアクセサリーあるんですけど、あのそうじゃないですからね、はい、これユニフォーム、ユニフォームです、はい、一緒に売ってもらってるんですね、要はあの店に向けてお客さん置いてきて一緒に売っていただいてます。お名前も幹事さんですか？いや、僕は違います、あの親父の名前、ああ、はい、僕は吉沢亮、吉沢亮、見た人が芸能人なら多分俳優さんでいらっしゃる、吉沢亮、はい、あ、いますね、覚えやすい、はい、吉沢亮さん、漢字も一緒ですか？一緒なんです、全く一緒です、で、今、いくつかお店連れていただいて、はい、最後こちらのまた美味しそうな救世主、救世主のお姉さんなんですよ、ちょっとね、ちょっと YouTube 映っていいですか？あ、YouTube じゃん、あの、さっき、じゃあこっちだけね、こっちだけね、あの声かけていただいて、で協力してあげるということでご主人紹介していただいて、ご主人に連れて行っていただいたのがこちらの幹事さんなんですよ、本当ありがとうございます、あと4です、4枚売れました、あ、すごい、え、個人的にパッてください、ありがとうございます、本当にありがとうございます、4枚でいくの、本当ありがとうございます、バンクロと、またあの YouTube の撮影と使って使ってもらえるように、はい、社長にお願いします、はい、お願いします、本当にありがとうございます、助かりました、社長ありがとうございます、いやいや、これで経営者で、はい、乾杯、オッケーです、腕出てるな顔アップだけで、はい、行きます、本当に行けない、自由に行け、また誰かに、誰かが、はい、本当に助かりました、ありがとうございます、ありがとうございました、本当に頑張ってください、はい、応援してます、ありがとうございます、ありがとうございます、失礼します、ありがとうございます、バイバイ、頑張って、バイバイ、バイバイ、バイバイです、本当ありがとうございます、失礼します、また必ずお会いしたいです、はい、ありがとうございました、バイバイ、今さん終わりましたよ、特急選手終わりましたよ、終わったな、ちょっとお礼言うてください、ありがとうございました、ありがとうございました、でもまだあっちにあんのよな、頑張った言わないで、ありがとうございました、こんにちは、なんかライブチケット仙台全然売れないって、今この辺今マートレッションまたみんな買ってもらってて、うちもみんな買って、ゆうやとかも4枚とか買って、もしよかったらちょっと協力していただいて、本当に仙台がチケット売れ行きながらかんばしくなって、おいくらですか？3500円です、1枚3万5000円
3万5000円でもいいですよ。あ、ありますあります。ここ4枚残ってるんで。あ、10枚。10枚あります。最後10枚です。ありがとうございます。来年聞いてキングオブコントで絶対優勝しようと思ってネタ作ってるんで、はい、ぜひ見てください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、どうも。頑張って。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お笑い芸人の TKO の TKO と申します。キモトキモトお父さん、ここに会えるとは思わなかった。さっきコーラスの前で見てました。あ、本当にわざわざ自分、あと4枚で終わり。写真撮っていいですか？あ、買った人しか撮れない。社長、ありがとうございます。いけないんですよ。わかりました。日曜日だったらできたんだけど。なるほど。すごい、でもこんな近くに芸能人が。でもまたあのこの辺また来るんで、すごい、はい、すいませんね、お仕事ありがとうございます。すいません、いやらしいでしょ。ありがとうございます。10枚、そっくりさん来ました。本物よく見なよ。本当ありがとうございます。どこでやるの？ちょっとメディアテイクでやるの、はい、6時からなんで、はい、7時、はい、みんなで行こう。本当に来てください。ありがとうございます。でも俺その日仕事なんで。あ、そうなんですか。頑張っていけるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。焼き鳥食べます。はい、いただきます。よかったね、お兄ちゃん。本当ありがとうございます。おめでとうございます。いいね。第1号ありがとうございます。ありがとうございます。7年間お店やって初めての3位。うわー、ありがとうございます。誰ですか？で、あと6枚当たり外れあんの？そういうゲームじゃない。ないないない、外れないよ。2枚になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと4枚あと4枚で、みんなで買って、40枚くらい使って、あと4枚。あと4枚なんです。1枚いくら？ 3,500 円です。じゃあ買います。あ、マジですか？僕ちょっと来れるかどうかわかんないんですけど、誰かに。ありがとうございます。すごく著名な、能面師の方で、すみません、お名前をお伺いします。野川さん。じゃあちょっと後で。後で何か。これ、はい、こうやってお金って購入していただけます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、じゃあぜひ一緒にお願いします。じゃあということで、無事100枚乾杯。やりました。みんなお疲れさん、お疲れさん、お疲れさん。本当にもうまずは本当に改めて仙台ホーラスの、サムライアロハさんの桜井さん、ご協力本当にありがとうございました。そこでたくさん売ることができまして、まあ大きい声出していただいて一緒に協力していただいて本当にありがとうございます。でその後練り歩いてたら、のぞみさんに出会いまして、のぞみさんが旦那さんも呼んでいただいて、ゆうやさんご紹介旦那様いただいて、そのゆうやさんが餃子屋さんの幹事の吉沢亮さん、紹介していただいて、でそこで皆さんの力によって、チケットたくさんまた売ることができて、で最後、能面師の野川さんに出会い、4枚買っていただいて無事100枚完売ということで、いやー長い一日やった。実際は11時に着いていろいろこうって歩いてたんですけど、でホーラスの前では13時からスタートしまして、で今が時間が、9時、ちょうど21時ですよ。映ってる21時。合計の8時間の10時間ですね。10時間ぐらいか。頑張りました。これちょっと木下やったよ。俺だけじゃなくてみんなでやったよね。もうくたくたで、なんか昨日聞いたなんかオチになるようなこと何も言えません。あ、何も言えねえ。ここで使えねえや。何も言えねえ。ということで、とにかく、終わったんですけど、今から東京さ
帰るだ、5時間かけて帰ろうか。はい、はい、頑張って運転して帰るんやけど、行きずっと運転してまして、帰り運転する人、はい、あります。いや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 、ほら疲れてる、はい、いや俺が運転するよ。どうぞ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 、まあこのパターンになるのでやっぱりね、行くとこまで俺が行きます。はい、帰ろう。お疲れした。あの次山形があるんですけど、山形の話ちょっと車の中でおいおいやろうか。ちょっと吐けます。報告書。撃ったぞ全部。もしもし。もしもし。もしもし。100枚完売。素晴らしい。終わった。素晴らしい。みんな頑張ったぞ。今終わったもんね。終わった。ほんで今から帰るわ。さすがやな。これで。これはもう。感謝よ感謝。仙台公演頑張ろう。頑張ろう。はいよ。ありがとう。はいじゃあね。はいはい。お疲れ、バイバイ。はい。はい。来てくださいじゃなくて、行きますって感じやな。おい、来ました。口で言うか。お前はっきり言え、これヤクザやん。はっきり言うな。新ネタで回りたいしな。